All right. What's the next UFC? Topic? いや、今日もまた UFC やりましたね。ジュニードサントスまた。あ、てか前回の UFC もやってないよ。レビュー僕たち。Oh, okay. そこから行こう。DC versus Stipe Miocic. Cormier すごいです。すごい。Yeah. まさに。皆さんが僕も。コルミエイ、おぉすごいって思ってるけど、うん、でもコルミエイの結果見れば、うん、結構当たり前なこと、うん、まあヘビー級で負けたことない、ヘビー級で1ラウンドも負けたことない、うん、僕はそうだから、うん、ストライクフォースでヘビー級で出てた時、その試合も見てたので、またヘビー級で出るって言ったら勝てると思ってましたよ、うん、最初から、うんうん、ナオトは負けると思ってた、僕スティーペイがちょっとジニーボイも負けると思ってた、ボクシングが上手だからね、but no、 DC 武器が多すぎるよ、多いね、多すぎる、で結局パンチで KO したので、うん、本当に混ぜた方が有利ですよ。そうですね、僕もまたちょっとボクシングに寄りすぎたと思います、うん、いやでもスティーペイがフランシスに勝ったから、フランシスでもそれフランシス本当に一つのことしかできねえ、それできるならコルミエに勝てるなと思いましたね、あ僕もチャンスあると思ったよ、うん、でも DC だってパワー受けられるもんね、フランシスのパンチ受けられたから、まさかコルミエが KO で勝つとは思わなかったね。で、フランシスも試合、フランシス vs. The Black Beast。あー、あれは、デレック・ルイス。ひどかったですね。そう、にらめっこ、3分5ラウンド。3分5ラ、3分3ラウンドでしょ。あ、違う、5分3ラウンド。5分3ラウンド。いやー、それは残念だったけど。楽しみにしてた試合なのだったので、そう今日の UFC は見てないんだけど結果知ってますね。結果知ってます。ジュニオル・サントス is back。He's back。KO で勝ったよね。そしてチャッド・メンデス is back。チャッド・メンデス KO で勝った。その KO は見たよ。フェイク。そう。バーン。ムッポーン。そうですね。Yeah。It was great。Sage Northcutt。もう KO 勝ち、 KO 勝ち、階級上がりましたね、セージノースカー、そうなんだ、そう170まで行きましたね、で減量がきつくて今回はすごいいい気分でしたっていう感じで言ってましたね、セージノースカー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 、セ